ベイマックスですはいどうもアミミグルミストのそんなわけでですね今回は、えっと、僕が編んだ中からのキャラクターものシリーズということでちょっとキャラクターを一つ紹介させていただきたいと思いますイェイイェイイェイはいまあそんなわけでですね 今回紹介させていただくのはこちらになります。じゃじゃじゃんじゃんはいベイマックスです。はいベイマックスですね。結構あの僕が好きな映画ですね。いいですよねなんか結構好きですね僕はあの映画は。まあそんなベイマックスなんですけどもまあいつものようにちょっとこの指の上に 乗っけてみるとだいたいサイズ感はこんな感じですねはいでですねと実際に大きさを測ってみるとこんな感じですはいまあ1点どのかですかね1.34ぐらい1.3ぐらいですかねまあそんな感じの1.2弱ぐらいのベイマックスになっております、はい でですねまあ実際に細かく見ていただこうと思いますけどまあたい顔はこんな感じですねこの目の目はですね後付けですねこの丸いところはこの丸いのを後付けしてっていう感じですねはいでまあ全体的にはこんな感じで まあこのぐるって回ると、まあ、こんな感じですねはいこんな感じになっておりますでこの足のところですね脇とこの足のところと腕にこのグレーのポッチまあポッチっていうかこれですよねこういうのをつけてちょっとあのベイマックスっぽくしてみました 結構こういうのってあのつけるかどうかって迷いどころですよねつけなくてもまあつけなくても大丈夫って言えば大丈夫なのでまあこの辺は、まあ、気分でつけたりつけなかったりっていう感じになってくるのかなと思いますね。はい、あとはですね、まあ、下から見るとこんな感じであとはまあ気を付けた点といえばこの形のフォルムでしょうかねこの若干。 なんて言ううだろうこの下の方がここにぷくっていう感じになるようにちょっと編んでみましたはい、まあ、こんな感じのベイマックスですねはいでですねこれがえっと2代目ベイマックスですねこの2シ西糸で編むで、まあ、せっかくなのでですねまあ、初代のベイマックスも見ていただこうと思いますはいでちなみにこの子はですね 20違う90番のミシン糸を25号のかぎ針で編んだベイマックスですねはいでですねちょっと初代がちょっと見てもらおうと思うんですけども初代はねもうざっくりしすぎですねこんな感じですドーンはいベイマックスもうざっくりですよね何ていうのかな <laughs> ざっくりですよねなもうざっくりとしか言いようがないですよねこの まあちょっとぐるってまあ一周してもらうと、まあ、一周してもらうとって自分でするんですけども、まあ、こんな感じの、まあ、ざっくりですねまあんだろう言い方を変えるとまあこの赤ちゃんベイマックス的な感じで言うとちょっと可愛くあれですよね成立しちゃうっていう赤ちゃんベイマックスだよっていうとなんかそれっぽいですよねちょっと でちょっとこうやって並べてみるとこうするとちょっと乾てるかわいというかあれですよね親子的な親子ベイマックスを編んでみたっていう風にあのプラスに考えればあれなんですけど実際は普通にこれベイマックスを編んでこんな感じになったという感じのベイマックスですね。でこれは久しぶりに編んでちょっともうちょっとちゃんとまともなのベイマックスを作ろうかなと思って。 アンダーベイマックスがこちらになっておりますね。はい。で、うんとですね、このベイマックスですけども、まあ、大体この何回か動画でも上げてるんですけども、その順番的にですね、結構ベイマックスのこの目、目の目が特徴というか、シンプルだけども、この目の大きさというか、とりあえずこの丸の大きさに合わせて、 顔を編んだ方がいい感じになりますよね初めに顔を編んでから目をやっちゃうと目がでかすぎたりまたは小さすぎたりあでも小さすぎる分には一回りまた大きくするのはできるんですけどもちょっと顔を小さく始めに作りすぎちゃうと目が異様にでかい b マ m a x になってしまうので、まあ、もし何かそういうのこういうのを作ろうとする時はですねやっぱりこの一番小さい。 パーツというか一番小さな部分を先に編んでから周りを仕上げた方がえっが、と、うまくいくと思いますはいまあそんなわけでですね今回この僕が大好きな映画のベーマックスを紹介させていただきましたちょっとこう見ると可愛いですねなんかはいまあそんなわけでですねまたお会いしましょうではでは